おはようございます。3週間ぶりに羽田国際空港に来ましたわ。今回はですね、なんと、お仕事をいただいてですね、台湾で行われるコンピテックスっていう台湾のね、ゲームショーみたいなものに今回招待していただいたので、 Vlog 的な感じでね、あのコンピテックスと、ご招待していただいたのが梅沙さんなんで、その紹介をしていこうと思います。すげえ弾丸なんだよね。今日が6月の3日の今昼で、6月の5日の朝の便には帰るんですよ。地獄絵図みたいなスケジュールですけど、頑張ります。ということで行ってきましょう。なんだかんだ台北に来るのは初めてで、今までイベントとかで来たのは台中だったので、桃園国際空港を使ったんですけど、台北空港は初めてでした。ということで今からご飯に向かいます。おはようございます。台湾2日目、半日しかいないですけど、日数的には2日目です。今日からコンピテックスが始まるので、今朝の9時半ぐらいなんですけど、会場の方に移動していこうと思います。台湾は電子タバコは怖いので紙です。まずですね、塩ビーチエリアが宇宙 MSL 自作ビーチの中に一番ファインのものですけど、今、MG シリーズの中に一番新しいのが、電源ですね。電源、はい。はい、これ、MGAI の方が、まあ、1600W で、T がトラチナム認証ですけど、ね。ああ、なるほど。はい、トラチナム認証で、まあ、T について。サイズ的にがちょっとでかい。そうですよね、ちょっと大きめ。はい、大きめの感じです。あ、でも、はい、いっぱい刺さる。そうそう。これなんで、何でも使える。何でも使える。何でも使える。はい。機能。はい。あと今回アルチビも結構ある。電源がイメージが終始だけ。そうですよね。あんまり電源は光らないっていう自分のイメージです。はい。イメージですけど、今回もアルチビも入れておきます。キラキラ。このロゴが結構大事にしております。大事にしてる。いっぱい写しておけば。はい。ありがとうございます。かっこいい電源、いいですね。今回この PC が、はい、いわゆる背面この来た、マザーボード対応のケースです。すごっ、はい、このケースが、700LPG。 PG というのはプロテールゼロという、うん、まあ、略称です。今使うのが普通のマザーです。背面マザーボードも対応しています。背面マザーにも対応してる、はい、なるほど。めっちゃ光るし、いいですね。これなんかここまでクリアなのってなかなかないんで。そうです。こんな感じで、わ、すごい透明すぎて、どこからどこまでが透明なのかわからないぐらい。ジャケース、背面、マザーボード対応のケース探したときは PG。 そうそう、覚えてれば大丈夫です。わかりました、はい、ありがとうございます。かっこいい、これすごい。そう、同じ PG になります。これがもう背面マザーボード、これ見ればわかりますけど、背面のマザーボードも対応してる。はいはいはい。あ、いいですね。コネクターが全部ここに出て、配線楽ですよね。配線は楽です。はい。ちょっとしてが、照明のファンが今デュアルファンが。ああ、なるほど。この部分が2層になってるから。今までがこういう流しても、だいたいこの辺になっちゃう。ああ、中で停滞しちゃってたのが、中には動かないの。まあこのファンに使ってちょっと遠くまでちゃんと届くように。はい、実はこれを電源のところが外せます。お、この電源を今までがちょっと差し込む形ですよね。今狭いところに開いて手があったかっていう感じです。いいですね、これ。そうですね、自作ユーザーとしては。そうです、一番怪我しますからね、電源差すとき。
今年のテーマが、まあ、DIY フレンドリーって、DIY フレンドリー、はい、やっぱり自作がもう長年みんなやってるんですけど、まあ、だんだん新しいの初心者として、簡単に作れるっていうのが、あ、なるほど、新しい DIY ユーザーを増やせるように、そうですね、製品をちょっと工夫しました。なるほど、かっこいいし、はい、いいですね。まあ、今回このカバーなんですけど、はい、このバンカー16センチが、オークションじゃない、付属しております。付属してる。ただしこのでかいのファンが扱いたくない人が、はい、実はここにネジを打って室を締めて12センチのファン、ああなるほど、ここ狭められるってことですか。そうそう、もう使います。なるほど、はい、あと空いてるところはこのカバーが使います。まあ、使います。いいですね。まあ、エアフローのシリーズなんで、はい、一番風は通りやすい、風通りがいいように回るようにちゃんと締めるところは締めてってことですよね。今回のこのディスプレイが 4.31、 あ、それディスプレイなんですね。 4.31、 これすごい。そうですね、でかくなる。画質めっちゃいい。こういう感じですよね、分かりやすく見やすくなります。あと自分の好きな動画とかチームとかも入れます。なるほど、はい、はい、ケーブル1本だけ。あ、本当だ、あ、本当だ。そう、まとめて1本、このタイプ C にするか、はい、もしくはこういう元々の水冷ファン、水冷ファン用の自作で使いつも、ね、を使って、まあ、全然構わないので対応しています。あと今後うちの店の水冷がこの、はい、ブラックケープとか全部つけてます。あー、なるほど、いいですね。だいぶ自作ユーザー増えそうな。そうですね、MPH も電源が、さっきの MG 電源紹介ですけど、はい、MG やっぱり一番ハイエンドなんですけど、 MPH ではパフォーマンスの中心なので、はい、ファンが一番、まあ、静かなファンを使って、まあ、デザイン的にちょっとゲーミングっぽく電源してるんですけ ど、 なるほど、はい、これが1200、はい、これ G がゴールドなんですよ。自分も今電源 MSI さんと使わせていただいてます。あと MSI の特有の色はつけてます。はいはいはい、はい、半分刺してもすぐ分かるようにします。なんかこうどこまで刺していいのか最初だと怖くて、そうですね、うってなっちゃうね。あとちゃんと刺してるか不安になっちゃうね。ちゃんと刺してるから優しい、優しさで溢れてる MSI さんが。イメージ比率が、はい、一番丈夫、一番木のように丈夫、強い、強い、強い感じですね。はい、強い、そう、強い。なるほど、はい、このケースが今日本が、発売していますね、はい、かっこいい、はい、やっぱり黒は、まあ、今白が人気なんですけども、やっぱ黒というのが、まあ、PC っぽい、まあ、そうですよね。やっぱどうしても黒で揃えたい人もいっぱいいるんで、そうそう、います。そのためにこのトーマンコマーザーを使えば、まあ、統一できます。確かに全部黒なんで何も入ってます。そうですよね、はい、なかなかそういう真っ黒のマザーコンは主張はないんで、まあ、店がこういうためにこれみんな真っ黒のマザーコン、確かに本当に完全に真っ黒です。そうそう、統一感出てかっこいいですね、やっぱり。そうです、マザーボード、これマザーボードめっちゃかっこいいですね、はい、先ほど紹介した MH、MPH、MPH の以外がプロなんですよ。クリエイター向け、クリエイター向け、いわゆる初心者向け。あー、なるほど、まあ、デザインを見れば分かるんですけど、うんうん、めっちゃシンプル。そうですね、シンプルだけどそれでもかっこいい、まあ、そうそうこれが MH、まあ、先ほど話した武器シリーズなので、ちょっと武器っぽい、うん、あ、武器っぽい、ちょっと、そうですね、なんですか、ミリタリーっぽい感じ。そうですね、やっぱり強い、タフ、タフ。今回中心で、はい、まあ、これが今まで、この人手で外せますんで、ネジがいらないです、うん、あれですよね、今までってこう、そうこのピンをくるくるして、そうそうそう、ここはあるんですけど、昔前世代のチキスだと、ま、平らな形で、うん、角度をつけながらなんですけど、そうですね、角度つけながら、そうそう、今三角になってるんですよ、どっちも向きもすぐ、あー、めっちゃ便利、めっちゃ便利です、そういう形で。自作するときにやっぱりこう上のことつけるの一番なんていうんですか、怖いというか繊細 で、 で、ね、かつつけるときに結構これそんな角度までやっていいわかっていうのが、そうですね、外すときにドライバーをここに、そうですね、細かく、そう、ここにこうして外すの、うん、まあ、ボタンを今梅さんも作りました。え、すごい、はい、親切だ、やっぱり重要ですね、大事ですね、明治シリーズの水冷ですね、これの。まあ、今回、
全部 MSI のこれは分かるんですけども、はい、全部ケーブルがちょっとまとめて、うん、簡単になんていうから付けますので、ああなるほど、はい、配線が綺麗にできるように。そうですね、だいぶ綺麗。実はこのカバーがお、あ、すごい。そうそうそう、全部ケーブルが隠れます。うん、ケーブルまとめて隠せるってことですか。あと同じこのユニブラックケットが常につけてますので、うんうん、その手間が、その手間が減る。はい、A シリーズが3が A シリーズが3と、はい、あ、かっこいい。なんかすく、なんていうの、ちょっと未来感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 を感じる、はい、ITX の窓も対応ケース。あー、すごい、はい、今まで MSI が出したことないですよ、うんうん、初 ITX 対応ケースすごい、はい、そんなところが開くんですね。ここはグラボがここに。ああ、なるほど。ショースペースはいいですね。そうそう、スピーカーみたいですね。確かにスピーカーっぽい。そう、かわいい。木状の木目、はい、こんな感じで作れます。あ、サラサラだ。あと、実はファンも、あ、本当だ。あ、中も木目なんですね。そうそう、もうすごい、かわいいアルミドケの、そう、おしゃれな、おしゃれな感じ、感じでします。あとここに、はい、自分好きなものを置きますっていう。あ、なるほど。あ、ここの上にってことですね。そうそう、このケースめちゃくちゃ可愛いし、いい感じ。あと運びやすい。確かにここ持って運べますもんね。これは50キロ耐えれます。はいはい、あ、はい、すごい、これめちゃくちゃ欲しいです私。わかりました、じゃあ後ほど。あ、本当ですか、やった。あ、違う、あの木目にしてください、ちゃんとここ、はい、お願いします。かわいいな。プロジェクトゼロ PC ビルド、そうですね、かっこいいな。これが ATX のマザーボード対応のバージョンです。 PC に対して、ああ、なるほど、はい、だから背面も、ね、背面も対応して、マザーボードも対応しています。なるほど、かっこよ。ケース、これは本格水冷を使って。本格水冷、あつみさん似合います。いや、私今会員水冷なんですけど、はい、いつかは本格水冷手出したいなと思いつつ、今後ちょっとやってみようかな。なんか本格水冷の教室みたいな。教室やってください。そうそうそう、さんに来ていただいて作ってもう持って帰って。あ、本当ですか。え、これ水冷の液とかも色変えれたりしますもんね。そうそう、本格水冷やっぱ憧れますね。そうですね、マシュマロがケーブルないですよ。あー、確かに、はい、裏に全部配線がついてて、またもうかっこいい、はい、っていうことですよね。はい、これ見た目重視。あと、バグも、何のケーブルも入ってない。確かに、すごい。この1本だけ、裏を通して入ってる。じゃあ、表にはもう全く配線が出ないってことですね。お前はここにもいるかな。うちにこの子の人形います。はい、以前いただいてます。見ていただいたのが、はい、これ見て、なんか変なとこある。ここ、この何ついてこれ、そう、メモリがない。メモリがない。実はメモリをこの SSD に。あ、すごい、かっこよ。なってるんですか。めちゃくちゃ良いですね。やっぱりメモリだと熱の関係で2本でかなり熱が出る。そうですよね。ここをくっついてめっちゃ性能いいもの。ああ、なるほど。使ってます。直接冷えるってことですね。そうですね、これが本格水冷の使いです。うん、これかっこいいな、本格水冷の。悩みます、こっちにする、そっちにする。え、でも水冷組めるんだったら絶対こっちが。そうそう、やっぱかっこいい。もうインテルさんの実製体マザーボードになります。なるほど、ご紹介します。はい、お願いします。実は板が白、うん、基板自体が白い、白いになります。あ、基板まで白なのかっこいいですね、やっぱり。あと、ゼスナーっていうか、はい、一つ目だけこのクリップのやつ、これ実はここのおクリップの感じです。あ、めっちゃ便利。そう、ネジが見えないです。シンプルデザイン、はい、これをシーズンにこれもちゃんと作ってます。あ、ちゃんとあの、はい、プッシュで取れる、はい、まあ、今回のテーマ、DIYFN でワンフィンガー、ワンヘッド。あ、いいですね。ワンブレス、ワインクリップ、ワンクリップ、ワンステップ、ステップの、メインが注入してます。これ一番嬉しい、やっぱり今発売してるやつが7インチに対して画面が大きくなってるから、そうです、次世代のナレーコンセプト。なるほど、
載されているモデルよりはスペックがスペックが良い、はい、良くなるというところにはなるので、お楽しみにってことですよね。はい、ぜひご視聴いただきたい目玉商品にはなります。いいですね、かっこいい。ライゼンが入ってる AMD のライゼン入れの、はい、AIPC のシリーズ、 AIPC シリーズ、はい、ライゼン AI300 シリーズが、搭載されているところにある。なるほど。こっちに関しては、はい、MSI のウスカタゲーミングのステルスシリーズに AI をライゼン AI を入れてるので、はい、ゲームもあのスペックとしては十分ですけども、ステラ AI も搭載してるということになりますね。アルテクススタジオって書いてあるんですけど、はい、まあ、クリエイターさんにはあの重宝するから、なるほどなるほど、ありがとうございます。隣の2台のところは、はい、GeForce は入ってないんですけれども、はい、サミットシリーズっていうのが、まあ、フェンタッチの映像っていうのがあります。それとあとはプレステージシリーズ、プレステージシリーズ、こっちはあの去年発売して、はい、あの見事完売してる、見事完売した、かっこよ。MSI と、メルセデス AMG モータースポーツとのコラボレーションですね。オフィシャルパートナー。オフィシャルパートナー。はい、まあ、ここら辺に、あしらわれてる柄とかっていうのは、こう、AMG です。AMG で書いてますし、このパターンも AMG のロゴのパターンが書いてます。まあ、これと一緒のものですよね。これの新しいものが、反対側に。反対側にあるんですけど、めちゃくちゃ人がいるっていう。はい、あ、なんかちょっとデザインもちょっと変わって、はい、そうですね。ステルス16だったのが今回18になるので、はい、飛んだ、はい、あの大きさが、あ、なるほど、こっち16インチの画面になるんですけど、こっち18インチの画面になります。すごい新作が、かっこいいですね。ありがとうございます。あ、いますね、あいつのやつが、はい、あ、え、かっこいい、これラッキーくん、ラッキーくん、ラッキーくん、黒くなっちゃったな。あ、それもちょっとクリアだ、ラッキーくん、おしゃれです。一応 MSI の、まあ、はい、グラフィックスカードをまず紹介するのが、はい、こっちのシャドウっていう、シャドウ、はい、ベンタスは前からあるシリーズなんですけど、今回ってやつもシャドウっていうのがあって、最近のグラフィックスカードのサイズが結構ですね、まあ、奥にあるあんな感じで結構大きくなってしまったのがあったので、あの NVIDIA がここらでちょっと企画を一個作るんで、はい、なるべくそれに沿って作ってくれっていうものができたんで、はい、それでこの SFF レディみたいな感じだったんですけど、ベンタスとあんま変わんないように見えるんですけど、はい、シャドウの方が 4070Ti スーパーから4060までしか展開しないので、はい、逆に全部この SFF レディに入って、なるほどなるほど、はい、なので初めての発売を聞きますよとか、詳しくないですよって人は、これを目印にしてもらえば SFF レディを目印にしてもらえば、グラフィックスカードを買ったけど入れなかったとか、そういったことがなくなるっていうのがメリットになる。なるほど、わかりやすい。グラフィックスカードでこの SFF レディにどれが対応してるのってわからなくなったら、シャドウ、シャドウ、はい、買ってもらえれば大丈夫。シャドウです、覚えましょう。これは日本でちょっとまだ発売していないエキスパートっていうシリーズのグラフィックスカードです、ね、初めて見ました。はい、ちょっと日本でまだやってないんですよ、はい、で通常のグラフィックスカードが上からあの3つ半額で風を吹きつけて、あの熱を冷やすっていうタイプなんですけど、はい、このエキスパートっていうのが、このこっちから見える1個のファンと、ファンとこの DL の芯があると思うんですけど、はい、これの裏側にファンがもう1個ありますね。あ、両面にファンがあるんですね。両面にあります。でこっちのファンは今まで通り上から吹きつける、はい、で裏側のファンはこのフィンから空気を吸い込むっていう形で、あ、まあ、押し付けるプッシュと裏側の引き込むほどプルで、プッシュプル方式の冷却機を採用しているこのエキスパートシリーズ。なるほど、かっこいい。これをさらに進化させる、さらに進化させたものがこれ、ね、これがエキスパートフュージョンっていうモデルになる。かっこいい名前になってる、はい、さらにこれはですね、ここに水冷が入ってる。あ、水冷なんですね。はい、なるほど。水冷と空冷を掛け合わせたハイブリッドクーラーって MSI のものが、ハイブリッドクーラー、はい、なるほど。今まで水冷のグラフィックスカードのクーラーだとラジエーターを別に取り付ける必要があったと思うんですよ。そうですね、はい、空冷の
のクーラーってやつにスロット差し込んで、ね、固定するだけで終わります。あー、なるほど、めちゃくちゃいい。はい、楽なんです。それに加えて水冷のクーラーなので、はい、クーデンよりも冷えるんですね。なので水冷のまあ冷却性能が高いっていうところと、はい、取り付けやすさを合わせ持った、まあ、ハイブリッドのクーラーって感じで、まあ、フュージョン合体した。あ、確かにフュージョンですね。めっちゃあれですね、見た目いいですね。やっぱり横が覆われてると、でボディも大キャスト金属製なんで、まあ、やっぱり重厚感というか、まあ、高級感が、はい、あるタイプ。これは日本では、これがですね、今回コンテックスで初発表したので、あ、なるほど、まだグローバルでも売ってないんですよ。なのでこれから発売するかどうかこれからになります。なるほど、はい、このタイプのコンテは多分うちが初実用化してるんじゃないかなと思うので、今後これも発売にぜひ期待してもらえれば。さらにもう一個、あれさらにこちらにございまして、これがですね、シュープリームフュージョンになります。フュージョンで付いてる通り、これもそのシュープリームのクーラーと水冷を掛け合わせたもので、でエキスパートの方はラジエーターがこの半分だけだったんですけど、はい、シュープリームはこれ長さ2倍になってます。ラジエーターサイズが倍になっているっていうのと、うん、まあ、あの中の冷却器の容量もその分だけ増えているので、まあ、冷却性能がエキスパートよりもやっぱり格段に向上しているのがこれでシュープリームの特徴です。はいはいはい。で、これの実機が、この実機がなんですが、強そう。はい、かなりごついです。かなりごついですね。厚みが 4.5 スロットあります。だいぶある。めちゃくちゃあるですね。その分冷却性能は高いです。もちろん。これも、まあ、今回初発表のモデルなので。あ、なるほど、はい、このフュージョンシリーズがそうですね、フュージョンシリーズここの辺ですね、コンプテックスで初のモデルなんですね。おお、今後の発売等にはぜひご期待をいただければ。お願いします。本当にミニ PC なんですよ。あ、PC なんですかこれ。お、すごい。4画面対応。4画面対応Type-C、まあ、3Gがファスト HDMI なんですけど、はい、4画面対応してますね。で、この右下のパワーリンクって書いてあるパワーリンク、はい、HDMI の端子があるんですけど、はい、モニターの電源ボタンで電源ボタンパソコンの電源がリンクしてモニターの電源ボタンで、PC の電源オンオフができるというのです。とんでもないこと言ってる気がする。で、これミニ PC って、あー、なるほど。こんな感じで取り付けられるんですか。あ、じゃあもう、こうやって取り付けた場合は、モニターの電源をピッと押すだけで、全部立ち上がるってことですね。すごっ。おー、切れて、あ、本当だ、消えた。これで、おー、ついた、すごい。あ、すごい、めちゃくちゃ便利ですね今回の目玉。ありがとうございます。なんか寝せられないと、うん、画面に集中できるみたいな。そうですね、この生産性が上がりますよね、うん、という形になってます。あとはこのインフレッシュレートも、はい、MSI のビジネスモデルが 100Hz が多かったんですけど、はい、ちょこのモデルから 120Hz、 ほぼゲーミングモニターですよね。でも120出れば全然余裕でゲームできますね。はい、資料とか結構縦長じゃないですか。あー、なるほど。スローとかすると結構微塵で見えちゃうんですよ。それが減ることによって目の疲れも軽減しますよ。あー、なるほど、優しい。まあ、目に優しいみたいな。あとは後ろにさっきのミニ PC を取り付けられるんですけど、ここに、はい、さっきのちっちゃい PC をガチャッとつけて、前まではスタンドの機能を犠牲にしてたんですけど、こっち見ると分かるんですけど、シルトしかないんですよ。本当だ。ピッシュを取り付けると、それがもうスタンドに取り付けるので、高さとか、調整機能を残したまま、なるほど、ピッシュを取り付けることもできて、ってことですね。ああ、立っていけるのいいですね、やっぱり。おお、すごい。またも向かい側にはスマートモニター、はい、スマートモニター、はい、クロームキャストが内蔵されています。ああ、めちゃくちゃいいですね。これがデスクトップ PC です。もう当たったようなんですね。はい、モニターしか使えない。ああ、なるほど。あ、じゃあサブモニターもとしても機能するってことですね。
画質よくするか、FPS を取るかってことですよね。あとは、32インチって FPS ちょっとやりづらいじゃないですか。そうですね、ちょっと大きめですよね。疑似24インチとか疑似27インチのこう絞ってFPS ゲームしやすくなってくるんです。なるほど。ちょっとこれ液晶モニター QD-OLED、 量子ドット有機 EL、 量子ドット有機 EL、 はい、めちゃめちゃ画質がいいですよ。そうですよね。パッと見で全然多分ちょっと動画だと使いづらいかもしれないですけど、肉眼だとめちゃくちゃ分かりやすいです。まあこれはもう 4K240、最近モニターバコバコ240出ますね、やっぱり。ありがたい、ゲーマーには嬉しいです。あ、すごい、顔の向きもすごい。これめちゃくちゃすごいですね。原作屋さんで打ち場だけするか、モデルで。あ、だいぶ細かく。頑張れ。 OK, thank you. おー、すごい。顔今ちょっと、かぶってる。ボロボロなんですけど、私。ボロボロなんですけど。じゃあ、今何時ですか ?7 時ぐらい。帰ります。マジで終わってる。一瞬しか入れなかった。まあでもね、多分ね、いろいろもろもろ楽しんでる動画は、いろんな SNS にも上がってると思うので、まとまってるので、まあ、まだね、一番の楽しみのね、空港っていうものもございますから、朝早く空港ってあんまりことないんだけどね。ということで、とりあえず空港に向かいます。マネージャーがちょっと気持ち持ってくれてます。ありがとう。